ノマディック美術館で開催された、アッシュズスノーの初日ノマディック美術館は、グレゴリー・コルベールの写真、映像作品展、アッシュズスノーのために作られた、移動式建造物、インスタレーション。名前のノマディックは、遊牧を意味し、建築の規模や形状などは移設場所によって少しずつ異なる。グレゴリー・コルベールは、 維持可能な巡回美術館というコンセプトを1999年に発送した。作品展が世界を旅するのに伴って各地の港で簡単に組み立てられ、決して一箇所に留まることのない環境をもたらす建造物を作るという構想だった。アッシュズスノーの初めてのエキシビションは2002年イタリアのベネツィアにあるアルセナーレで開催され、この会場がコルベールが構想する。 ノマディック美術館のデザインと建築のインスピレーションとなった。コルベールはスリランカから取り寄せたティーバッグ100万個を貼って作ったカーテン、石、ミニマリストな照明技巧などを活かしてアルセナーレの内部を雰囲気ある展示室へと変容させた。1104年に建てられたアルセナーレはもともと造船所として使われ、ここで作られた船が ベネツィアの運河を通って大会へと漕ぎ出していった。その内部構造は、アッシュズスノーにとって理想的な環境で、コルベールが手掛けた大型の写真作品と映像作品を優雅に包み込むまたとない空間をもたらした。この作品展は、批評家と一般客の両方から絶賛され、今日に至るまでヨーロッパで開かれた個展としては、最多動員数を記録した。 作品展の一つであり続けている。ノマディック美術館は世界各地を巡回するのに合わせて建築デザインも進化してきた。初代のノマディック美術館は2005年3月ニューヨークのハドソンリバーパークに建てられた。設計は日本の建築家である坂茂が手掛け、神館とともに 現地で調達した大量の海上コンテナを使うことで建設を容易にし建物が移動するというコンセプトを打ち出した。2006年3月カリフォルニア州サンタモニカに移築。2007年3月には東京のお台場に移築された。2008年1月からはメキシコシティのソカロに移築された。コロンビアの建築家であるシモンベレスが手掛けたこのノマディック美術館は 広さ5130平方メートル、2つの展示室、3つのシアターを備え、竹を建材としたものでは、史上最大の建築物となった。また、これまでのノマディック美術館にない試みとして、水をデザイン要素に用い、かつて運河に囲まれていた、メキシコシティのユニークな歴史に光を当てた。テスコココに浮かぶ小さな島2325年、アステ家族が作った首都、 ヘノチキトランの中心部であったというソカロの象徴的な意義に最大の敬意を表する意図が込められていた。作品展の他の要素と同様、美術館自体も継続中のプロジェクトであり、開催地の環境に応じて変化し、作品展の内容と共に進化している。コルベールは今後も斬新な作品を手掛ける建築家とコラボレートし、維持可能な最新の建築技術を用いて、 旅路の中で新しい表現を美術館に取り入れていく計画だ。ありがとうございます。